こんにちは、YouTube をご覧になっている皆さん、いつもはコム三線広め隊の上田愛理っていうことで登場するんですけど、前回ですね、指笛講座ということで2つばかり動画アップしたんですけれども、その動画に思わぬ反響がありましてね、皆さんから、まあ、いろんなコメントをいただいて、嬉しいんですけどね、そのコメントの返信にも追いついてない状態です。ちゃんとメッセージとコメントは読んでますので、返信してなくてもですね、心を痛めてます。いろんなリクエスト質問があるのにそれにお答えできないちょっと状況なんですけれども、今日も指笛講座に、なんとか指笛ができました、すげえ2日間でできるようになりましたという声から、まだできませんという方と、あと、何々ファンなんで野球の話ですけどね、応援で使いたいと思いますって言いながらまたメッセージが来て、できるようになりました、野球の応援の時に使ってますとかですね、本当に思いがけない反響で嬉しく思ってます。ではですね、今日のというか最近ちょっとメッセージいただいている質問の中で、輪っかではできるようになりました、小指でがまだできないのでちょっとコツを教えてほしいっていうんで、前回の動画でも紹介してますけど、私は決して指笛が得意なわけじゃなくて、もっと沖縄には指笛が上手な人たくさんいるんですけどね、そういう動画が少ないのできっと、皆さんからリクエストが来るんだと思いますけど、では、私なりにもう少し分かりやすいバージョンアップした動画ということで、撮影したいと思います。一人で撮影、一人で編集、ちょっと忙しいですけどね。あ、おっと、三振、はい、うちの愛犬の三振です。もう一匹そこにいるんですけどね、指笛ができると本当に重宝することたくさんありますね。特に沖縄では、タクシー呼ぶときも指笛ですしね、走ってるタクシーを呼ぶときもそうですし、最近っていうと何といっても沖縄ではエイサー、イーアサッサーってエイサーっていうと解説しなくても最近分かりますよね、エイサーやってる時にもう参加型です。おっと、三振もダメ、いきなり降りたら、指笛で応援してあげたり声援を送ったりですね、そんなことができます。あと甲子園、今もう沖縄勝ちましたね、沖縄の応援の時はもう指笛がすごいですよね。ほとんど特に男性は指笛ができると思いますのでね、前回沖縄成人男性90% 以上できるって言ったら、いやできないともいるとかって言われたこともあるんですけど、では本題に入ります。もう一回バージョンアップということで、まず輪っか編からいきますね。これがベロだとします。下、あ、こっちの方がいいかな、はい、下だとします。はい、下の先にこういう輪っかをそのままこういうイメージです。こういうふうに当てる、見えますかね、はい、こういうイメージで、いきなり勢いよくしようと思うと息切れもするし疲れるし、人前でやると舌も飛ぶし、ごめんなさい、舌も飛ぶんじゃなくて唾も飛ぶし、ちょっと汚いので、まずはゆっくり、音が小さな音でもできたらもう OK なんですね。3番ステイヒア、ストップ、チャップで、こう、あ、今いきなり音が出ちゃいましたね。まずはこんな感じです。ここまでできればかなり近づいてます。もう一回、軽くでも音は出ますから。ここまでできたらもう 100%、もうほぼできてます。あとは勢いよく、こういう勢いよく やると、小さくフィッて吹いても、弱く吹いても音は出ます。で、振動すると、ビブラートが効いたような音になります。もう一回いきますね。最初は軽く、やってみてください。あともうこういう音が出たらって勢いよくやってみてください。では今日のリクエスト、小指バージョンでしたので、小指こうですね。この角度は自分で調整してくださいね。全く同じです。下を上げて、見えますかね、
最初はこういう感じで軽く、やってください。そうじゃないと長く続きませんので、早い人だったら本当に1日でコツをつかめると思います。もう一回いきますよ。もう一回コツを言います。口笛を吹くぐらいの勢いでいいと思います。疲れないためにですよ、長く練習できるために。こういう練習をしばらく続けてください。もうこのぐらいできるとあとはもうできてますので、あとは勢いだけ、勢いよくフィッてやればできます。こういう感じになります。あとはもういろんな指を入れて、前はですねこういう風にしてたんですけど、ちょっと指が大きくてなかなか口に入らないので、このバージョンが私はよく、使うんですけどね。わかりましたでしょうか。頑張ってください。あの指ができると本当に、助かるっていうか重宝する場面が多いので、頑張ってください。また野菜、またメッセージ、いやそれでもできないとかって言うんでしたら、また、個別にメッセージ、コメントください。見える見る、また野菜、頑張ってください。ちばりよー。